おばあちゃん。先輩、おやつですやん。プリンにショートケーキにチョコレート、めったに食べられない高級品ばっか。おばあちゃん。いや、おばあちゃんじゃありませんよ。香りお姉さんにもらったんです。本当は僕一人で食べようかななんて思ったんだけど、部長先輩にもあげようと思って持ってきたんですから。僕ってなんて心の優しい犬なんだろう。おばあちゃん。いや、ですから、このおやつはもう、あら?おらっちもおばあちゃんとは離れないよ。なんだ先輩お昼寝ですか。寝言だったんですね。ねえ、ぶちゃや。あら？何よ、おばあちゃん。うわあ、面白いな。ぶちゃ先輩、一人二役で寝言言ってる。強くて、たくましくってな、優しい心の猫になってくださりましましにゃんにゃんこ。おばあちゃんも長生きしてにゃ。いいなあ。ぶちゃ先輩は今、夢の中で幸せな気分なんだろうな。鼻ちょうちんなんか出して、おやつは一緒に食べたいけども、起こすのはよそっと。せっかくいい夢見てるんだもの。先輩、ここにプリンとチョコレート半分置いてきますよ。僕って、いつからこんなに優しい犬になったんだろう。んだらんだらんたらんたらんだ。はぁ、いやぁ、よく寝た。へぇ、あら。プリンにチョコレート。ああ、なんでこんなところにあるのかにゃ。あ、そうか。香りお姉さんがくれたんだにゃ。では、遠慮しないでいただきまーす。あ、待ってにゃ。こんな高級なおやつ、一人で食べるのはもったいないにゃ。おい、ワンタン、おやつ一緒に食べないか。ずるっとなん、ずるっとなん、ずるっとなん。一年年下かわいい子、どうやら僕が好きみたい。うそうそ本当はオラッチだい。僕は見る目がハート型、オラッチに会うと真っ赤っか。僕が好きなの好きなの、オラッチ僕です、オラッチ僕です、オラッチよ僕です、オラッチだってのに。もう心配、私の好きなのはね、同級生のジュン君なの。ずるっとな。人生はずるっとな、裏切りの街角で。少年は少年は涙をこらえて立ち上がる。でもね先輩、夢は失いたくないですね。そう、オラッチも有名になりたいわにゃ。あら、ずるっとな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 。怪しいやつだ注意しろ、釣りかな泥棒を捕まえよう。いやいや手柄はオラッチだい、僕があいつを捕まえる。オラッチ刑事ジョンなの、僕こそ正義の味方だん。オラッチ僕です、オラッチ僕です、オラッチよ僕です、オラッチだって先輩かな。俺は刑事だ。おい、そこのちっちゃいのどけ。あら、ずる。人生はずるっとな、裏切りの街角で。少年は少年は涙をこらえて立ち上がる。でもね、ワンタン、明日こそって思わなくっちゃ。そうね、先輩、明日こそ貸した100円返してください。あら、ずるっと。